まず指数の見方ですけれど、指数は青色の折れ線になります。連帯目安はこの黄色線になります。20丸打ちました10番のダノンファロワからです。これは唯一の4サイバー、伸びしろも含めて本命です。指数は前走の川崎記念で黄色線を上回りました。浦和記念、JBC は黄色線を15以上上回る優秀な指数で、十分に頭まで来る能力はあります。距離適性を見ていきます。距離は紫色の丸です。今回は2100になります。この馬、距離延長で指数を上げています。ここも距離延長で指数を上げています。なので、客室からは長距離は不得意と考えがちですが、指数からは長距離適性は高いと判断しています。展開面です。一角通過順位はオレンジ色の四角です。2番手までにつけて、好指数を出しています。ここで先行力分析シートを見ておきます。一角進入予想図ですが、逃げ馬は不在。先行馬は4頭です。2400でもありますし、確実にスローペースになると思います。先行力で走としてみますと、この馬は先行力3番手です。2番手以内につけて押し切れる可能性が高いと思います。次に対抗丸を打ちました1番、アナザトゥルースです。安定して黄色線を上回っています。3走前の日本テレビ杯では優秀な指数を出しました。連帯確率は高そうです。距離を見ていきます。過去に遡っていきます。昨年の冬あたりですけれど、浦和の2000、川崎2100、船橋2400と2000メートル以上で好指数を出しています。金層は1800が多いですが、2400の問題はありません。展開面を見ておきます。この馬ですけど、先行して好指数を出しています。先行力に戻ると、この馬が先行力トップです。先行して押し切る可能性が高いと思います。この馬、馬場状態を見ておきます。馬場状態はグレーの丸になります。両馬場で指数を落とす傾向があります。過去に遡っても同じように両馬場で指数を落としています。明日、両馬場であれば割引が必要です。その他の馬も見ておきます。黒三角打ったのは6番、当選ブルです。地方勢トップはこの馬だと思います。前走多い2600で黄色線を上回る指数を出しました。3着なら十分に資格あると思います。白三角打ったのは2番、マスターフェンサーです。この馬、交流重賞で、3連勝中です。白山大賞典では黄色線を上回りました。名古屋大賞典は黄色線に届いておりません。マーキュリーカップは黄色線上ということで、着順ほど指数は評価できないということになります。展開面で言いますと、この馬は4番手、5番手からのまくりになります。先行した上位2頭に届くかどうか、少しリスクがあると思います。×を打ちましたのは、リンゾーチャンネル4番です。4走前と、昨年夏の川崎2000で好指数を出しております。先行して3着ならあり得ると思います。能力偏差値を見ていきます。B ランクが3頭です。20丸打ちました10番。
丸を置きまして1番、この2頭が能力面でも展開面でも抜けてると思います。黒三角の6番は2番手グループです。10番、1番、この2頭を中心に相手は6番と C ランクの馬から選んでいきましょう。